発進しますのはアーゴ社製水陸両用バギーです。平成23年に起きた東日本大震災での救出活動はゴムボートが主でしたが、瓦礫漂う中でゴムボートが破損し救出に困難を要した教訓をもとに使用が検討され各県に配備されつつある水陸両用の車両です。平成26年の広島土砂災害、平成27年4月熊本地震、9月の関東東北豪雨の各災害で現場で実績を重ねてきています。排気量にあっては 750cc、 重量は 800kg と扱いやすいサイズで、輸送が容易なため風水害対策車の移動はもちろんのこと、ヘリコプターによる釣り上げが迅速な災害時の派遣が可能となっております。8輪の特殊車両により陸上では時速32キロ、最大車道30度まで走行、水上では時速4キロで航行ができ、タイヤにカタピララバーを装着することにより雪上での移動も新設1メートルまでなら走行が可能です。操縦するためには陸上のでは、普通自動車免許、水上では小型2級船舶免許が必要となります。この水陸両用バギーは陸上では6名、水上では4名搭乗が可能ですが、災害時以外での使用にあっては道路交通法において小型特殊車両に分類されるため、公道走行は搭乗人員2名、速度が時速15キロに制限されます。そのためこの後予定しています訓練においては人員を制限して行われることをご了承いただきご観覧ください。はい、それではこの後バギーが前進します。前出の方を開けていただくようにお願いします。非常に中央バギー発車してますので、そうですね、そのようにはい、ありがとうございます。後方の方に下がっていただければ、もうちょっとだけ後ろに下がっていただけますでしょうか。まず皆様のお立ちいただいている歩道の下の池につきましては、洪水により浸水してしまっているエリアと見ていただき、またその対岸向かって左手先、白い発電灯を焚いてございます。白い発電灯を焚いておりますけれども、そのエリアが、孤立してしまっている A 地区、アルファベットの A ですね、 A 地区と見ていただきたいと思います。なお A 地区への唯一の経路は浸水地帯と見立てた池の対岸の道路のみでありますが、浸水による瓦礫等により一般車両での進入が可能となっております。次に気象状況等の想定について説明します。梅雨前線の影響により19日未明から降り出した雨により、昨日の午後気象台では長野地域に大雨警報を出し注意を呼びかけました。また A 地区を流れる A 河川が本日未明避難判断指示に達したため、長野市は A 地区を対象に避難指示を出しております。その後雨はさらに勢いを増し、現在浸水が広がった A 地区におきましては、家屋や福祉施設に取り残されてしまった方が多数いるという通報が寄せられております。
消防局では現地に本部を立ち上げ、 A 地区の被害状況の把握を行うことにしました。指揮本部から水陸両用招待で A 地区における被害状況および要救助者の状況把握のため出動し、情報収集活動を実施せよ。水陸両用バギー車は発輪車輪により、瓦礫や瓦礫混じりの浸水エリアにおいても走破が可能です。基本部東側の浸水エリアから出生し、 A 福祉施設の要救助者の救出に当たれ、なお続報によると A 施設については1階部分が水没しており、2階から助けを求めているとの情報も入っています。救出活動について、隊員が安全を確保しながら、8個にて応援。
なお、令和元年の台風災害における消防機関の救命ボート等による救出活動は、消防局所管の5艇と県内の応援隊の9艇等により行い、救出人員は375人に上りました。救命ボート隊から救出を送る。関係本部です。どうぞ。A 副施設から上級者11名救出担当。なお、高齢の車椅子で救護まで担当となります。これより出生までに被害です。関係このように福祉施設等から多数の方を救助する場面におきましては、これまでは救助ボートを何回も往復させ救出活動を行っていました。高機能救命ボートでは一度に20名もの方を乗船させることが可能であること、また車椅子ごと救出することも可能な構造であるため、このような状況においては大きな効果を発揮するものと考えられます。救命ボート状態から現地本部。指揮本部です。どうぞ。救命バスまで上級者を救出完了。これより隊員それぞれ上級者を解除、解除等により救護所まで搬送する。指揮本部、了解。車椅子の方から救助いたします。そのまま皆さんお待ちください。高機能救命ボートは可動式の船首部分を改正することにより、スロープ上に段差をなくすことが可能であり、車椅子や自力避難困難な方でもスムーズに乗船救出できるといった機能があります。現地地区本部から水陸両用招待、 A 施設からの職員2名を含む入所者11名の救出は高機能救命ボート隊により完了した。なお、この後水陸両用隊は水没している A 地区西側の地区に逃げ遅れたがいないかどうか再検査等を実施する予定である。準備願いたい。了解。現地本部から水陸両用招待、
縄の地区に逃げ遅れたがいないかどうか再検索を実施せよ。新宿療養番組は瓦礫やぬかるみにおいて優れた投下能力を発揮しますが、水上においては完全に水面に浮き、水中で太陽を駆動させることにより水中力を有することができます。ありがとうございました。